社長串前致辞。続きまして江ノ島電鉄株式会社天野社長よりお言葉を頂戴いたします。请掌声欢迎。ニーハオ、皆さんこんにちは。私はご紹介いただきました江ノ島電鉄の社長をしております、天野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。各位大家好，我是江之岛电车社长天野泉。大家好，请多指教。まずはじめにですね、本日は外交部、あと関係協会の皆様、それから新平市政府観光局、そして日本交流協会の、ご来賓の皆様にですね、大変お忙しい中、おいでいただきましてありがとうございます。この友好鉄道協定、これを締結する運びになりましたのも、皆様のご支援のおかげと、厚く、この場をお借りしてお礼申し上げる次第です。ありがとうございます。那首先感謝、百忙之中抽空来到今天会场的外交部亚东关系协会以及日本交流协会新北市政府观光局的代表，欢迎各位的莅临。那我们今天能够在这边走到跟台湾台铁走到今天的友好铁道协定的签约呢，也是通过大家的服务才能够达到的一个步，谢谢大家。さて3年前の2013年、台湾鉄道管理局の平平線とですね、私ども、の電話ですね、観光連携協定を締結いたしまして、観光鉄道として、相互の、認知度アップということで相互送客をですね、行うためにいろいろ活動を行ってまいりました。那我们自从3年前2013年的开始与、我们江之岛电铁与台湾铁路观光局的平溪线呢也签了一个观光连结协定，那具体的内容呢，我们有互换车票的活动。那具体的に申しますと、双方の一日乗車券の、無償交換ということと、この台北の駅にも展示コーナーがございますけれども。それぞれの路線の、PR をですね、駅のスペースを使って紹介するというような活動を行ってまいりました。那透过观光联联系协定能够让在台湾的江之岛电车的知名度，在日本的平溪线的知名度提升，然后在、在这个协定的具体内容呢，除了、乘车券的互换，以及再来、在车站的展示以及展示宣传的方式等等。このうち乗車券交流につきましてはですね、大変台湾のお客様に江ノ電の方にお越しいただきまして、これまで約14,700人ぐらいの方、ただ日本から平平線の方に来ている来られたお客様はまだ700人ちょっとなんですけれども、若干少ないんですけれども、全部で、15,500人ぐらいの、方にですね、この乗車券交流ご利用いただきまして、相互の認知度向上にですね、非常に、貢献してくれたかなというふうに思ってます。那、关于这个乘车券的互换，从台方到日本江之岛电车的乘客有总共有14,700多人次，那反过来呢，日本来到平溪线的呢，可能有点比较少，大概只有700万，不过总共加起来大约有15,500多个人呢有利用这个活动。こうした取り組みのおかげもありましてですね、先ほど宗教教授様のお話にもありましたけれども。私どもの鎌倉高校前駅という、駅がございますけれども、そのそばの踏切では、アニメのスラムダンクの、オープニングの舞台になったということで、
まあ、今日も多分いらっしゃると思いますけど、台湾のお客様がですね、踏切で記念撮影をいつもされているというようなことで、大変台湾のお客様にですね、たくさんおいでいただいているというように非常に嬉しい、ことになっております。那刚刚在周局长的致辞里面有提到，我们的江之岛电车，镰仓高中站有那个非常有名的漫画，就是《灌篮高手》的那个动漫的景。那现在呢，我们每天有很多台湾的观光客到那边的平面交流道拍照。那我们这件事呢，让我们非常感到感激。そしてこの3年間、観光連携協定ということでですね、お互いの信頼関係を培ってまいりましたけれども、この観光連携協定は、この3月末で終了ということになります。那我们透过 这3年来的观光协定也提升了对彼此的信任。那我们这个协定呢，在今年三月就告一个段落。そして、この観光連携協定に代わってですね、まあ、先ほど来ご紹介いたしておりますけれども、今度は3年間というような期間もなく、永遠にですね、平京線と私ども台湾鉄道管理局様と江ノ電がですね、友好を深めていくという友好鉄道協定に。変わるということで、私どもといたしましても大変、嬉しく思っております。那取代我们之前的观光协定呢，就是我们今天会签的，所签的友好铁道铁路协定。那我们能透过这个，希望可以更能够之前观光协定的时候有设时间，就是设三年的时间，但是友好的话呢，就是我们可以不限。当由于没有限时间的期间，我们希望能够是永久的跟台湾铁道能够继续合作。まあ乗車券交流は終わりますけれども、これからはですね、それぞれの平京線と江ノ電の沿線の紹介するまあいろいろな施設のパンフレット等をですね作っていきまして、さらに友好とですね観光連携を深めていきたいなというふうに思っている次第になります。那我们这个车票的募款虽然会结束，但是我们从四月份开始会有一个新的观光手册。那在护照啊，观光护照，观光护照，铁道观光护照，那里面会有双方的店家的介绍以及附近店家的观光资讯及折价券。この友好鉄道協定締結させていただきますことは、改めましてこの席をお借りして州局長様をはじめ、台湾鉄道管理局の皆様にですね、心より厚く御礼を申し上げます。那今天能够与台铁签署友好铁路协定，周局长及各位，我在这边代表江之岛电车感谢大家，谢谢。そして今日はこの締結式のに立ち会っていただきますご来賓の皆様にもですね、改めて厚く御礼申し上げますとともに、今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。那再次感谢在场的贵宾，也希望今后也多多关照请支持我们，谢谢。